こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は水の代わりに完熟のトマトを練り込んだ美味しいフォカッチャをご紹介します。手間をかけずに短時間で焼けてトマトの美味しさが味わえるヘルシーなパンです。最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。それでは作っていきます。タッパの中に強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、オリーブオイルを入れて完熟トマトを加えていきます。トマトは1センチ角に切って、切った時に出た水分とゼリーも一緒に加えて計量してください。完熟トマトがなかったら缶詰などのカットトマトでも同じように作れます。カードでトマトを潰すように混ぜて、トマトの水分と粉を混ぜ合わせていきます。トマトによって水分の出方が変わりますので、混ぜやすい生地になるように250g から 300g の間で調節をしてください。だんだんと混ざってくると、生地全体がピンク色になってきます。焼き上がると、もっと濃い色になって、自然界の赤い色から元気をもらえるような気がします。滑らかな生地になるまで切ったり伸ばしたりを繰り返します。生地に凹凸がなくなったら容器の中心に寄せて蓋をして 2.5 倍になるまで発酵させます。今日は二次発酵を取らないので、いつもより少し大きめに発酵させてください。生地が容器いっぱいになっていたら発酵完了です。オーブンシートを敷いた天板に強力粉を振っておきます。生地の表面にもカードにも強力粉をつけて、容器を裏返してそっと生地を取り出します。容器の縁にカードをしっかり差し込んで生地を離れやすくしたら、容器を裏返して自然に生地が出るまで待ちます。生地の表面に強力粉を振り、生地の側面をカードで押して厚さが 4.5 センチの長方形になるように整えます。表面も平らになるように軽く整えて、このまま15分間休ませます。
15分経ったら、生地の表面に指で穴を開けていきます。指にしっかり粉をつけて、均等に穴を開けていきます。穴をたくさん開けすぎると生地がしぼみやすくなりますので、15、6個を目安にしてください。その穴めがけてオリーブオイルを注いでいきます。表面全体にもオリーブオイルを伸ばすように塗ります。隙間なくたっぷり塗ってください。そのまますぐに200度に予熱をしたオーブンで20分焼きます。これで焼き上がりです。オリーブオイルとトマトのすごくいい香りがします。焼き上がってしばらくするとオリーブオイルが生地に染み込んでいきます。ふわふわで歯切れのいい生地に焼き上がりました。トマトの皮の赤い色がところどころに見えて、いいアクセントになっています。短時間で手間なく作れて、大きく焼けるので、お好きな大きさに切って召し上がってください。トマトの濃厚な旨味が感じられて、止まらない美味しさです。大きく切ってサンドイッチにするのもおすすめですよ。最後に作り方のまとめです。材料にトマトを加えてよく混ぜる。トマトの水分によって量を調節する。 2.5 倍になるまで一次発酵。天板にそっと取り出してカードで形を整える。厚さを均等にならして15分休ませる。表面に穴を開けオリーブオイルを流し入れる。生地の表面にもオリーブオイルを塗る。200度のオーブンで20分焼いて完成です。トマトの美味しい季節におすすめのとってもヘルシーな食事パンです。ぜひ作ってみてください。このチャンネルを見て作ってくださったら、ハッシュタグをつけて SNS などに投稿してください。そうすると皆さんの作ってくださったものが見れますし、次の動画のやる気につながります。みんなで手作りのやる気をシェアできたらいいですね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。